めっちゃ高田禁止流れとるん。縦書きでめっちゃ高田禁止書かれとるん。豆とかいまだに流れねえなこめび固まらせるやつね。飽きないなみんな。ねえ。思い出してるね。昔の過去の戦ってた時の記憶を。なかなか忘れない。こいつら戦闘方法これやから。 <laughs> 高田健心とかマメって言うてるみたいな。いまだに。<laughs> どこのそうなんだろうね。おわないっす。20代後半。<laughs> 20代後半は社会人や <laughs>。お盆休みでたまたま今が暇みたいな。あ、そっか、今、お盆休みだ。そうっす。大体たまあ普通の人は大体休みですね<ー>てかまあサービス業とかでもコロナとかあるんで結構休みの人多そうっすね。うん、ちょうど。ううん、コロナでたまった鬱憤ここで晴らしてる感じですかたぶん。<分>暇だなーって。 あいいいい、いいおもちゃがあるっつって <laughs> 1歳4年ぶりぐらいに見たわ <laughs> <laughs> マジでやっぱ俺らもそのあの忘れてたものをさ思い出せますからね、うん、ここでねあそ,そういうのあったなみたいな <laughs> 1、うん、一歳とかあったねってなった、うん